それでは続きまして、後年代表です。この日差しを大きな干ばつに見舞われており、代表担当の真ん中に持ち出しまして、うちに鳴らされたと伝えられております。今では秋の鳥の夜を食べております。お祝い太鼓の師匠でございます。冬や太鼓で稲穂も食べる後年代表です。ご来場いただきました皆様そのますますのご繁栄とご健康を祈り申し上げ、さあ送り出しましょう。岩井太鼓です。
最後までたくさんのご声援ありがとうございました。ただいま代行、岩井大夫からでした。それでは